こんばんは。お疲れ様です。聞こえますか？おおお、奇跡が起きたんだお前ら。得意なん？いや、びっくりしたわ。あざす。まあ3時ぐらいに行ったわけや。で、00の縛りを打ち寄ったよ。ペシペシ。おーおーおー、ネットで話すパターンで、チェリー来てポンってやったら、まあついて、バーがついたんよ。60回転ぐらいかな。もう早いやないか。もう何も分かってないけどね、俺、チバリオのこと。で、まあ、案の定、単発で、はいはいって、また打ち寄ったら、80回転ぐらいでまた来たんよ。光って、チェリーで。おお、また来たわ。で、ビッグで、よしよし、そろそろ上がんじゃねって思ったら、上がらずに、はぁって。こんなもんかって、また打ち寄ったら、次かな。99回転ぐらいでビッグ引いたんよ。で、上がらんがーって、また。で、上がらんがーって思いよった矢先の28回転目ぐらいかな。なんかこう、ついたんよ。おやった、ついたがーって思って。7押したら、なんか、具志堅が、ちょって言われて、うって。で、もう一個押したら、ちょって。で、最後、バーンって押したら、ちょっつねーって言った瞬間に、パトランプが、ピカピカって、変な偽かなちゃんランプみたいなのも光って、なんだこれって。もうそっからお前、俺知らんかったんだが、あれ2000枚で完走なんだな。俺2400枚だと思っとって、2000枚で終わって、なんだこれって、終わったじゃねえかって。抜けたと思ったら余裕でお前完走してた模様。さすがの92パーループは余裕の完走やの。わかんねえよって。俺もわかんねえわ。ただまあまあ、なんか連チャン中もチェリー来て絶対こんなんつくがっていうのがわかるけど、あんまり俺的には、花としては、区大点かな。うん。なんか微妙。連チャン中が気持ちよくない。で、乾燥して、後に30何回ってバー引いて、上がらんけん、チェリー5回ぐらい見てやめて、捨てたもん。結局3万1000円ほど買ったもんよ、賠償。そうだしちゃん、ありがとうって。結構いろんなパターン見たで、チェリーで、なんか、5コマ以上滑るとかな。弱チェで強チェの音鳴ったり、チェリーで入賞音なしとか。いろいろあったもんよ。ピエロとかクソやで、ほんと。いや、まあでも、あそこまで行ったらおもろいんだろうな。うん、基本的に上がらんもんよ、あれ。普通の連チャン取ったことないもんな、俺、未だに。その後やめた。その後の、ちょっとハゲラーとかで、ね、散らかし気味にやったものの、なんかもう嫌気がさして、飯食って帰った。ちゃんと負けてくれないと。いや、具志堅は示唆らしい。あくまで示唆やろ。楽しかった。余裕やがって。なんなんこれ、ね、絶対当たりますやんみたいな感じで、もう余裕で連チャンしまくりよったで。ていうかもう10ゲームの間にチェリー1回でも来たら、もう絶対おるわ、こんなんっていうレベルでした。俺やっぱスロうまいわって言って。俺うめえわ。ポンと言ったら出るもんな。夜何食べたんて。カツな。カツレツ亭で。やめられないねと。あと1発で豚ワンの甘、優待も月の台も売ってみたけど、当たらんかった模様。
いい休日じゃないか。うん、まあまあしょぼんぬしとったけんな、俺乾燥してないと思っとったけど。一発の甘、まあポポロじゃねえんだけどな、ポポロねえから。クピクピ。そしてカフェラッテであるって、ここで勝って兜の尾を締めろって。俺はもう酒には溺れん、偉いって。それでは気持ちよかった。よかったよ。久しぶりになんかスロット打ったなって感じがしたわ。オキドキを思い出させてくれたね。エブラウルやろ、当選じゃろう。これは神からの啓示やと思っとるけん俺。